キャプテン・モルガンの製品ラベルキャプテン・モルガンは、リアジオが販売するラム酒の銘柄。17世紀に、カリブ海で活躍したイギリス出身の海賊ヘンリー・モーガンにちなんで命名されている。製品のボトルのラベルには、ヘンリー・モーガンを描いたエトスローガン、ツー・ライフ・ラブ・ルートが描かれている。1944年、シー・グラム CEO サミュエル・ブロンフマンは、 ジャマイカ政府のロングポンド上流所を購入し、ラム酒の原酒の販売を始めた。ジャマイカの首都キングストーンで薬局を営んでいたレビ兄弟は同じロングポンド上流所から原酒を購入しており、薬草やスパイスを加えて熟成させ、瓶詰めしたものを販売していた。ブロンフマンはレビ兄弟の販売していたラム酒のフレーバーを気に入り、権利を買い取った。そして、 シーグラムの子会社、キャプテン、モルガンラムを設立して、同名のラム酒をジャマイカで生産し始めた。1950年代に入ると、プエルトリコからアメリカ本土の48州向きに輸出される、プエルトリコ産ラム酒の関税率が、他国のラム酒より引き下げられるという優遇措置が行われた。これを受けてシーグラムはプエルトリコで、新しい蒸留所の創業を始めた。 1985年にシーグラムはプエルトリコの大手企業セラレスにプエルトリコの上流書を売却した。同時にシーグラムはセラレスに2012年までのプエルトリコ及びカリブ海一帯でのキャプテンモルガンブランドの製造・販売権を譲渡している。しかし2001年にシーグラムはキャプテンモルガンブランドの商標権そのものをディアジオに売却した。 ディアジオは、アメリカ領、バージン諸島戦闘黒井島で2010年より、新規上流所の建設を着工し、セラレスのプエルトリコでの製造権の契約の終わる2012年より、キャプテンモルガンブランドの販売を開始した。ありがとうございます。